SFC クリエイティブウィーク2022副代表の上野翔太と申します。本日はハッピーユニコーンという作品を出展してくださった斉藤健さんにお越しいただきました。それでは早速お話をお伺いしたい、いきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、作品の概要について説明していただけますか。そうですね、ハッピーユニコーンという作品は、はい、3D モデリングの、はい、その後に 3D アニメーションまでやったんですけど、うん、キャラクターから、はい、動きを作って動画にする部分まで全部やったという感じになっております。ほう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 。そもそもなぜこの作品を制作しようと思ったんですか。そうですね、上野くんという人がいるんですけれども、はい、それは僕ですか。そうですね彼に SFC クリエイティブウィーク出ないかって、はい、ありましたね。まあ僕ノーって言わないんで、はい、おー、ね、もっとですね。あ、来ました。イエスマンなんですなんで、まあじゃあやりますということで、はい、何しよっかなって考えた時に、まあ、3D モデリング、 3D アニメーション好きなんで、そこをやってみようということで、今回は出展させていただきました。そもそもなぜユニコーンかつハッピーなんですか。そうですね、まあ、ユニコーンにした理由は、まあ、慶応のマスコット。そうなの言いましたっけ。慶応ユニコーンズじゃないですか。ほう、そう、まあ、それはもう慶応愛が足りてないと思うんですけど、まあ、SFC なんで確かに分かんない人も多いかもと思います。僕内部生で中学から慶応にお世話になっているので、慶応の出展ってなったらユニコーンしかないだろうということで、おう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 、ユニコーンを選びました。でハッピーがついた理由に関しては、はい、まあ、悲しいよりはハッピーの方がいいですよね、はい、ということでハッピーにしました。全力でハッピーを表現していただけますかちょっと僕今落ち込んでるんで、はい、ちょっとハッピーは難しいかもしれないですね。あ、ハッピーですね。ありがとうございます。ハッピーです。作品制作の中でこだわったポイントってありますか。はい、こだわったポイントとしては、まあ、キャラクターを自分でスケッチしたんですけど、その時になるべく可愛く人形みたいにすることを、意識して、でその時に 3D モデリングの時も子供が持ってそうな感じの人形さんみたいなテクスチャーにすることを意識して、あと色も慶応カラーなんですよね。確かにそうかもしれない。もう慶応愛が止まりません慶応愛が止まりません。面白いですね。はい、というところですかね、意識したところとして。ちなみにあんまり関係ないかもしれないんですけれども、はい、なぜ SFC に進学されたんですかSFC に進学した理由としてはですね、はい、やっぱり自由度が高い。おうおう、何なんですかね、自由ですよね SFC って。確かに本当に自由だ。で自分の好きな時間が多いので、はい、他のその学部と違って、はい、好きなことに打ち込める、いい意味でそのやろうと思えばいくらでもできるし、サボろうと思えばいくらでもサボれる。確かに僕やる側の人間なんで。お、名言きました。ありがとうございますやってます。素晴らしいと思います。ちなみにクリエイティブウィークに出展してみてどのような感想だとか、こういう風ななんか新しい感情が芽生えたよっていうことがありますか。そうですね、友達に、はい、見に行ったよみたいな言われるのは、まあ嬉しかったですよね。お、純粋で素晴らしい嬉しかったです。まあでも思いのほか、はい、その ORF のついでっていう感じのなんかあんま、あ、なるほど、そうですね、そういう感じでしたね。思いのほか、うん、確かに、まあそんなもんなんでしょうね。来年頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。したら今後のなんか作品制作してみてでもいいんですけれども、はい、ケンさんの展望とかやってみたいことってありますか。そうですね、今やってるのが 2D アニメーションのロトスコープっていう実写のやつをの上から描いていくやつ、今順調に進んでるんですけど、はい、
まあ、幅広くやっていきたいですよね。ちなみにそのロトスコープっていうやつはいつ頃完成予定なんですか？今1月なんで、はい、まあ、2月には終わるかなと思っております。楽しみにしております。頑張ります。そしたらこの辺でインタビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。